俺はジェントルマンだから女の子の頼み方の方を優先したいんだよね。ありがとう、シンさん。シンさん、話せる？マグロ。俺に。ちょっとこっち。あ、用事って秘密の給与ってなんすか。勝負だったね。ごめんなさい。俺はその勝負のやり方に乗っただけだよ。どっちにしろそっちの勝ちなんだから文句ないはずでしょ。じゃあ本当にいいの？店長。気分がいいよな。
正吾、お前がこそこそするようなことなんてあったかよ。いつだってお前はバカ丸出しだろ。そうだ、こんなこともあったよ。田舎の小さな村でさ、水道はもちろん井戸もない。毎日毎日そこの人たちは何時間もかかって水を汲んでくるわけよ。途中でこぼしたりなんてこともあって、またやり直し。まるで水を運ぶためだけに生きてるみたいな女の子がいてさ。じれってえな。もっと合理的かつ建設的で抜本的な改善の手段が必要だ。 What? Well, this but More big change, more better you do。 You know a way? SorryI don't have idea, but maybe always be. So sink sky, rainy days and always. Look, but shoot cloud together. Fantastic!What beautiful bird! And look, Zeus! This flower became a medicinal herb! I'm lucky! You think so? What? I'm lucky!その時、何にも言えなくて、俺、ただ立ってるしかできなくてさ。うん、すごいんだよ。このクソガキども、人の店の前で飲むな。聞きが悪いなあ。もう誰かに聞かれたら誤解されるじゃないっすか。僕らは未成年ですよ。二十歳になってから。そうですか、それは失礼いたしました。確かに一滴たりとも飲んでおられるようにはお見受けできません。 Yes, of course!じゃあ、とっととどこか行っちゃってくださいね。 No problem! うん、君たち、なーに悪いことしてるのかな。Naughty? Oh no! I'm good young man, Berry! You, blend in with our meeting?
んの仲間？Let's try together advance! The Court of World Peace! アホね。なんでここが君の縄張りなわけ？だったらワンちゃんみたいにマーキングでもしとけば。まずそこの電信柱が君にはうってつけみたいよ。あれ気に障った？ワンちゃんってすっごく可愛いけど。アホね、犬以下。ショーゴ、それ多分言いたいことと違ってる。バーカバーカ、ショーゴのバカタレ。私はかけたくない気分だったの。どうもありがとう。ううん、すごい危険だったよ。助かっちゃった。でも、最初に思いついたのは翔吾くんだから、やっぱり翔吾くんのおかげだと思う。そうだよって夏休み中はずっとカフェでバイトできることになったから張り切って頑張るね。じゃあ切るね。またカフェでね。翔吾くん。
お姉ちゃんを助けてくれてありがとう。私も役に立ったの？本当？てへっ、ありがとう。ショウゴくんって優しいね。うん、じゃあ切るね。ダメだよ、絶対受けないから。もっとハッピーな感じにしようよ、店長。うん、受けないよ。ハッピーじゃないとね、お姉ちゃん。そうかな、そんなことはないと俺は思うよ。それに受けなくても俺は全く構わないんだよね。人に喜んでもらえなかったら作っても意味ないよ。いいのいいの、もう決めたんだからね。文句言わないで、ひろちゃん。文句じゃないよ、アドバイスだよ。なんか、いろんなことらしいよ。新しいデザートの見た目のことっす。何色がいいかって。その理論展開ってちょっとおかしかったよ。うん、うん。